ああ、スーパーサイヤ人孫悟空です。うわあ、というわけでね、つい日本時間の5時来たね。日本時間の5時にね、フォートナイトと、ね、ドラゴンボールがバシンとコラボしたんというわけでね、今回はね、ツイッターのリーク情報を見てね、皆さんにね、いつ早くね、フォートナイトの面白さを伝えていきたいと思う。まあ、フォートナイトはオワコンゲーになったと思っているそこの諸君、まだあのゲームは楽しいぞ。今取り戻せるんだ、フォートナイトは。というわけでね、リーク情報を見ていきたいと思います。なんかすごく結構ね、リーク見たんだけど、ツイッターで。なんかすごいやつがあったんだよね。フォートナイト、あ、身勝手の極意いるよ。皆さん、身勝手の極意います。これネタバレとかじゃなくて、あるよ。あ、なんかね、力の大会カップっていうやつがあるらしいんで、あの大会で、フォートナイトの大会、ドラゴンボールの大会、力の大会ってあったやん。スーパードラゴンで、あれが出ます。で、あと、カメハメが出せる武器もあるし、ミシック武器で、キントーンもあります。これミシックアイテムですね。で、あとなんか、風情エモートあるじゃん、この、うぅー、ジョンっていうやつ。なんかね、それも追加されるらしいです。結構すごくね、風情エモート。多分合体はできません。もう行っちゃいます。合体はできません。ただこうやればエモートです。合体はできませんよ。だから、例えば、ニャッスルとマイダスがこんな風に風情にしても合体できません。ポーズだけ。すごい。ごめん。で、なんかなんか、クリエかわからんけど、なんか映画が、なんか上映、なんかアニメが上映されてて、なんかわかる？なんかこういう感じ。ここに悟空がいて、なんかこのアニメが、ドラゴンボールのスーパーの9話と10話と11話と13話と81話と93話が流れるらしいです。で、あとなんか、新クエストで無料報酬があるらしいですね、これ。わかるかな？なんかこんな感じでバトルパスみたいに無料報酬があるらしいです。すごくね？これ。やっぱドラゴンボールはね、面白いんだよ。あとね、カメハメハが売ってるらしいですよ。こんな風に。わかるかな？ぼやけちゃってわからん。もうこれがカメハメハです。でね、あと、キャラクターが悟空の身勝手の極意、ブルー、2かな、これ。普通のスーパーサイヤ人でベジータも、なんだっけ、スーパーサイヤ人、黄色髪、青髪、で、あと、覚醒した状態、あれわかる？なんかすごい、力の大会のボーンってやったやつ。わかる？ブルーの進化後。で、ブルマが、キャラクター少ねえな。ピッコロとかさ、クリリンとか来そうだと思ったけど、来ないんだよ。あと、セルも来そうだったのに、俺の見方。なあ、セル。ブルマは、普通の、私服あるじゃん。ここに赤いなんかやってて、で、ここに白い服で、服、なんか下はなんかわかんない。で、ビルス様がいる。キャラクター少ないね。で、ツルハシは、ニョイボーとかカメ仙人のツルハシとか出るっす。で、あとなんか妹へ気を貯める、こんな風に気を貯めるやつも出てくるらしいです。バックアクセサリーはニューボーと予言はビルス様がいつも持ってる魚エリアなんかだな、変な魚が。あれと、あと亀仙人の甲羅がバックアクセサリーです。あとなんかないかな。あと特にないっすね。だいたいこんぐらいじゃね？まあ、そんぐらいでね、フォートナイトは楽しんでね、皆さんも始めてみてください。僕も、確かにフォートナイトは、なお、いや、やってみたいじゃなくて、やってください。絶対楽しいんで。というわけでね、チャンネル登録と高評価お願いします。バイッ。